何チャンネル？スーパーマリオデッセイパート19やっていきましょう。いつものね、スヤスヤマリオから死んじゃうよ始まってるわけなんですけれども、前回のあらす、なんか見えるな。なんか言っちゃった。あ、ごめんよ。前回のあらすじとして、この国ですね。やべえ、これ見たっけ？なんか見た気もするけど、まあ、いっか。あ、雪の国に来まして、で、ミッションって言ったらいいのかな？なんかクリアして、なんかわからんけど、レースに出て、なんかわからんけど、敵を倒して、っていうところまでやったというところになってます。で、まあ残りね、クリア後のワールドのチェックっていうところで、いろいろ見て回ってるんですけど、まあある程度は見切ったんだけど、あとはまあキャプチャーしてみるところかと、あと、この中だね。え？どこ？あれか？あれっぽくね？え？ああ、これだ！さあ、先頭に捕まろう。来た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 ！ジャンプしたらどうなんだろう。空落ちるか。さあ、ということで、アスレチックコース、来ました。楽しそうだね、このアスレチックコース。おそらく、あ、でも別にこの、なんだろう。あ、でもタイミングを合わせて、まあ、着地をすることで、コインは大量獲得できるという感じかな。今のところでも、ゆっくり行って良さそうだね。急降下っつってもな、あ、でも今みたいなところに、降下。こういう感じで、また、急降下。いいよ！急降下。いけーない！頑張れ！間に合う！間に合ったーすげー間に合ったこれ！角度。いよいよ。間に合うかこれ。間に合うか？間に合ったー！来たー！ちょっと待って。待てよ、落ち着け。上まで行って、ちょっとこれ、見づらい。よしよし。いいよ、もう一回、乗ろう。で、このまま。いいよ。ちょっと一個取り残しちゃった。で、いっけー来たー！ユガタムーン、くるくる雲の上。ナイスー。さあ、面白かったな、今の。さあ、ということで、じゃあ、まあ、あいつじゃなくていいか。おそらく、このキャプチャーして撮るところって、そんな数なさそうだよね。で、ローカルコインがあとちょっとなんだけど、どこにあるんだろうか。まあ、こいつでいっか、まずね。こいつをキャプチャーして、なんかまあ、とりあえずちょっと気になるところ、行ってみるか。確かなんか、木っぽい、ああ、そう、あの上のところが気になったんだよな。おーい！いいね。強そう。かわいい。待って、写真撮ってく。あ、待って。おい、いいよ。あ、いいね。いい写真。え、めちゃくちゃいい写真なんだけど。オデッセイ号も入ってね。はい。意地悪もして。え、これってやったっけ？これやったか？え、これ。上行けない。え、これ関係ない？もしかして。キャプチャか？あ、全然。あ、絶対キャプチャだ、これ。待って。キャプチャし直そう。あぶね。え、多分これ、こいつで行っていいんだよね。え、絶対そうだと思うんだけど。違うのかな？え、登り口が違う？え、もっとあっちの右の方から乗ってって感じ？
え、違うのかな？こいつじゃないのかな？え、なんかこの上に上がるとかないのかな？おー、登ってる登ってる。いや、上がれねえ。え、なんだあれ。え、なんかさ、こいつがもともと生存してた位置以上に上がれないみたいなのもあるのかな？あー、もしくはあのブロックかな？ちょっとわかんねえな。あ、これはでも動かしそうだね。ってことは、上のやつをキャプチャしておくか。そういうこと？ああ、あるある。オッケー。さあ、ミニゲームが始まりましたけども。わ、面白そう、これ。こいつをキャプチャして、で、ここに合わせんのか。わあ、難しそう、なんか。待って。この、あ、これが赤か。これが赤だから、待って。待ってよ。え？ちょっと待って。考えろ。もう一回戻していい？あ、これ分かった。これ、一回。え？いや、むずい、これ、待って。あ、二個いっぺんには動くのか。あ、でも、これでいいのか。こうして、赤だけ、寄せちゃえば、いいのか。赤だけ寄せて、緑は、こっちから押せば、大丈夫ってこと？来た！おーい、謎の箱が割れた。謎の箱すぎる。どういう仕掛けだ？来た！ユガタム！吹いて、滑って、ナイスー！いいミニゲームでした。はい。さあ、ということで。上の風吹くやつ？あいつなんて名前なんだろう？ここにいるこいつをキャプチャーしてみるか、じゃあ。こいつだったら、ああ、やっぱりそうか。やっぱ高さが固定されるわけだ。こいつをキャプチャーして、あの、あれ、絵画か。絵画っぽいな。これを動かして、で、こうね。絵画だ！オッケー！あ、湖の国に来た。ユガタム、ようこそとしばれ。ナイスー。え？さあさあさあ。じゃあ、ちょっと待って。あ、待って、あれだ。中行ってないわ、中。中行こう。まあ、一応ヒント取りも聞くか。さあ、ヒント取りどこだ？これもしかして、下か？とりあえず、レースももう一回はしたいし、中入ってみるか。さあ、街に戻ってきたよ。待って、なんかあるわ。これ、ポチじゃない？今のポチだよね、多分。ヨッシーストーリーとかに出てくる。あと6枚。どっかにあるはず。ムーンはあるんだけど。あー、これ崩すんじゃなかったのか、もしかして。やったか。ちょっと一回戻って入っていい？さあ、戻ってきたんだけど、あー、やっぱりそうか。崩さないように登るってこと？あ、そうか、そうか。来た！
ユガタムーン、パウダーボールの玄関口。で、このままちょっと上見てみるか。なんかあそこもありそうだよね。上の、なんか通路みたいなところ。あそこ入れるのかな、レースは最高だ。もぐもぐあげないよ。あと6枚のコインがどこにあるのか。盛り上がるね。はい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 。この辺も見てないね。さあさあさあ、じゃあ一回レース入ってみる？さあさあさあ、もう正直ね、どこ取り逃してんのかわかんねえけど。まあでももう一回ぐらいはやるか。僕、ああ、そうか。こいつのことキャプチャしたからか。はいはいはい。で、もう一回やるか。あ、パワームーンくれるって。バウンドボールグランプリ、スノーラインサーキット、クラス S。この間は A クラスだったね。やっていきましょう。人数は6人。さあ、4位スタートです。いいよ。今回はみんな早そうだね。いいよ。ここ。いいよ。インコース取ってる。無駄なジャンプしない。いいよ。いいよ。やばい。ここちょっと調整した方がいいね。抜かれてる。嘘。なんで？なんで抜かれた今。早くねえかあいつ。いいよ。やばい。やばい。こう、調整して、オッケー。いいよ。独走してる。待って、周回遅れできるぞ、あいつ。遅いやついる。かわいそうなやついる。え、来た！やばい、めちゃくちゃジャンプしちゃった。やばい、大丈夫か？いけるか？大丈夫か？ナイス！早い。ナイス、楽しいです。かわいい。さすがチャンピオン、パームーンですの。ユガタムーン、スノーラインサーキットクラスです。さすがにもうないよね。あ、ないんだ。じゃあいいです。さあ、なくて、これこいつをキャプチャした状態で、なんか取れるところないのかな？あ、入れないんだ。ああ、残念だな。こいつをキャプチャできるのはここだけか。ということは、もう正直、あとはどこ取り逃してんのかわかんねえな。もう。くるくる上昇気流。くるくる上昇気流。ちょっと、ヒントがむずすぎるわ。今ので見つけろっていうのは酷な問題だよね。さあ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 。まあ、ここは良くて。まあ、コイン、ローカルコインあるし、お土産買うか。これね、マトリョシカまず買います。ナイス。いや、ラグマットとか引かれるね。てか、あれか。え？あ、そっか、足んないのか。マジか。悲しいな。まあじゃあ、せっかく次の国行くし、それまでの間他の、この辺のやつ買ってきとくか。おい、ナイス！さ、ということで、こちらの街も見たので、じゃあ次の街行くか。行こう行こう。帰り、さよなら。じゃあ、オデッセイ号に帰ってですと。さっさっさっさ。来た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 ！お？え、待って。あとじゃあ2箇所ぐらい？
もうこれ完成するよ、これ地球のところが。どこだ、料理の国まで行けるようになったよ。さあクッパを追いかけよう。楽しそう。結構来たな。もうそんなか。もうほぼ終盤じゃない、本当に。レッツゴー。さあ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 、続いて料理の国というところなんですけども、まずは見てみよう、お土産。ポリーンの主張が強いな。おお、右上に置いてある、かわいい、いいね。旅のワンポイントアドバイスとかはもういいです。ここでさ、それ読み上げるんだったら次の国のさ、ガイドを読み上げてほしいよね。あ、言ってるわ、祝福のシチュー、シチュー。ちょっと待って、でかくねえか、なんか肉のマーク出てるって。料理の国ボルボーノ、やっていきましょう。料理を狙うブルーダルズ、なんかカラフルで楽しそうだな。まずはオデッセイ号の背後を確認する。なんか今すごい帽子の挙動がすごかったね。あ、こんな感じ。上登るんだ。さあ、裏は特になかったんですけども、まずあそこにローカルコインか。ただ取れる見込みがないと。これ何、なんか枝豆みたいなのあったけど。あー、ごめん、マジでごめん。さあさあ、フリボーチャレンジはないよね、なさそうな感じはあるけど。いや、あったなー、あそこにいるわー、フリボーの嫁がよ。何これ、何こいつら、いた。ちょっと待って、フリボーチャレンジできないって分かったんだから、とっとと進むか。これバブルでしょ。おい、あ、待って待って、あ、待って、あ、そういうことか。これもしかしてあれか、こうやってこのトマトのマグマを乗り継いでいくってこと。向こう側行きたい、どうやって行くんだろう。あ、待って、こいつ復活してる、復活してるってことはクリボーチャレンジできるってことか。じゃあ、せっかくなのでやりますか。高さが合ってねえけど大丈夫かな。それ登らせて、これあれだな、こっちだな、先こっち乗って、塔で、いいよ。で、押し付け、ここも行くぞ。さあ、トウモロコシ、うわー、やばい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 、あ、来た楽しいトウモロコシ。そして、ムーン取って、ユガタムーン、溶岩のガールフレンド。ムーンをしっかり獲得した上で、そして感謝の気持ちのヒップドロップ。ナイス。さあさあさあ、これやばいな、このギミック。うわ、待って、こいつら、待ち受けてある。マジやばい、こいつら。さあさあさあ、そんなこんなで、バブルをまずはキャプチャーする、すると。よし、いいよ。これさ、せっかくだし、バブルとなんかあっちの背景みたいな感じ撮りたいよね。OK。お、いいんじゃない？あ、めっちゃいいかも。めっちゃいい。めっちゃいいんだけど。はぁ。めっちゃいい。これ、アップ。アップってどうだ？あ、いいね。めっちゃいい！あ、めっちゃいい！はい。急に我に戻るっていうね。さあさあさあ、うわ！来た、こいつら。あ、減ってる！ごめん！さっき潰しちゃった！ごめんよ！ブルダルズ、ケケケ、この国の祝福の支柱で必要なものは全部いただいちまったよ。お前ら、とっとと追い出して、火山の大鍋ごともらっていくとするかよ。どういうこと？敵？もっと、戦うの？早くね？
うわわわわわわ、おい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 、ふざけやがって、マリオベトベトなんだけど。ああ、ああ、やばい、普通にやばい。帽子帽子帽子、はい、光る。痛い、やばい、これ下手したら死ぬ。回復、よしよし、いいよ。これ当てたら方向転換できるのか。じゃあ無理せずにだな、無理せずに帽子出しとこう。きたー、あー、かわいそうに爆散する、爆散した、かわいそうに。よし、ナイス、ユガタム料理を狙うブルータルズ、ナイス。さあ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 、ブルータルズも倒したし、チーズ岩の中に、いいね。いや、長そうだな、結構。さあ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 。なんか、まだまだ色々ありそうだけど、ちょっとさ、一旦進む前にこの辺見とく？なんか広そうだから、見れる時に見といた方がいいと思うんだよね。で、あそこにムーンあるでしょ？うわ、こっちの方にまで来るのか、これ。バブルをどこで入手して、どうやってたどり着くのかみたいなところが、ちょっと考えないと、できなそうだよね。塩粒おかえの隅っこ。ナイス。そして、左側にも、なんだっけあれ。ローカルコインがあるから、ちょっとそっちも行ってみようか。さあ、ここに関しては、早送りでお届けしております。わあ、ここなんかあるね。ここも、なんかあるんで行った方がいいという判断ですね、これは。うわあ、コインだった。しかもバブル来た！これバブルを、もらいまして、向こうにしてバブルもらうってことあるのかな？こっち側でバブルが出るんだったら、それはそれでいいよね。まだ出る気配はない。出る気配がないということは、待って、やばい。待て、やばい。何も持ってない。降りるんじゃなかった。やばい。こっちだね。こっちルートも、早送りではありますが、お届けしております。さあ、こっちルートには、まさかの、アスレチック。ここの下に、ローカルコインがあるんだよね、これ。これを最後取っていきたいね、しっかり。うわぁ。楽しそうなんだけど、壁キックアクションって楽しいよね。そう、あえて見えない角度やるっていうね。そしてこのまま、ナイス！ユガタム料理の国で、チクタクアスレチック。ナイス。しっかりできたし、この下にバブルもいるんだよね。これ壁伝いでいけないか。死んだら終わりだよね、でも。こい。さすがに左に降りる。オッケー、いけたわ。来た来た来た。で、左降りて、バブル回収しよう、これ。バブル取って、これでかいぞ、これ。で、あ、ダッシュってあるんだ。おー、ダッシュしてる。回収しまして、でかいぞ、この回収。いいね。しらみつぶしにワールドを見て回るっていうのも楽しいよね。さあ、こっちルートは？さあ、今、ちらっと見えたね。ここだね。抜け穴を使って、あ、ってか、ここが見え分かってたら、そもそも、わざわざあんなめんどくさいことしなくて済んだんだ。さあさあさあ、キャプチャしたいという気持ちが先行しましたが、とりあえず、次のセーブポイントというか、フラグまで行きたいね。
うわ、ここもなんかある。が、一旦ちょっと区切りたいという気持ちもあるんで、この先フラグあるでしょ？フラグを獲得して、オッケー！うわー、楽しそう！ちょっとでもこれ服着替えてからだな。はい。ということで、一旦ね、またパート区切らせていただいて、次の、わっそう。次のパートから料理の国のところをね、進めていければなと思います。ということで、見ていただきありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。お疲れ様でした。